はい、というわけなのでね、どうも、滝でございます。私は、本日をね、もちまして、まあ、3月15日をもちまして、6年間ね、通い続けてた学校を卒業いたしました。6年間通い続けたということは、まあ、どういうことなのかというと、まあ、中高一貫というね、まあ、普通の、まあ、中学3年間、高校3年間、高校受験をするみたいなね、道ではないわけですよ。まあ、中学受験をしてね、行ったわけです。まあ卒業証書がね、まあ、こんな感じになってるんですけれども、本当にね、まあ本当にお世話になりました。学校には本当にね、まあ、6年間ってだけあって結構濃いんですよね。やっぱいろいろあった内容が、なので今回はね、まあ、それについていろいろ、まあ視聴者の方はほぼほぼ知らないと思うから、まあいろいろとね、まああったことを話していければなと思います。まずね、最近のね卒業証書なんか変なんだねこれ。あ、ちなみに学校名探します。平塚中等教育学校です、私。では、ここからね、まあ、大学へ行くわけです。で、本当にね、お世話になった学校でして、本当に、私、まあ、小学校の頃ね、結構、あんまりいい思い出がなくて、まあ、こんなやつと一緒にいるかみたいなね、精神で中学受験をして、まあ、運ゲーで受かってしまったという感じだったんですけども、そっからね、まあ、6年間。6年間って言うとですね、滝チャンネルもね、もうちょっとで6周年なんですよ、実は。もう、うちが、この学校入学した時、実は登録者数4人だったらしくて、いや、今、このグラフで見たんですけれども、ここからね、まあ、500人以上、この、私がこの中等教育学校にね、在学している間にちょっと、すでに、まあ、同級生もね、結構な数入っておりますけども、まあ、本当に同級生の方も、まあ、私の、まあ、顔を知らない方でも、一人一人ね、登録してくださったので、本当にありがとうございますという気持ちでございます。そんなに優等生じゃなかったので、結構ね、やばいこととかしてたんですよ。3年生、まあ3年生って言うとちょっと、6年生なんでね、高校1年生のことを4年生って言ったり、高校2年生のことを5年生って言ったりするんですけど、3年生は普通に中学3年生なんですけどね。3年生の修学旅行、まあ修学旅行、があったんですけれども、最終日に、京都から、一人で岐阜まで行くというね、もう意味わかんないことした。いろいろとね、まあありましたけども、そんでね、まあ4年の頃は、一緒にね、まあ滝チャンネルにも出たことがある、出場したことある方といろいろとね、揉めてしまったこともあって、まあ、そこからもね、まあいろいろと反省に反省を続け、まあチャンネルとね、チャンネルの傾向を見ていただければわかると思うんですけれどもね、昔はクソガキでした、本当に。本当にクソガキだった。マジで、あんなことを童話にできるなんて、うちマジで。昔のうちやばかった。受験もね、推薦とか全部落ちちゃって、めちゃくちゃうまくいかなかったので、もうそのことをね、もう動画でもう発表してたりしたりしたんですけれども、しかも共通テスト前日に内臓をやってしまってね、もう今もまだね、治ってないんで、結構体張ったことはできないんですよ。できないで、こういうことをするとね、まあガチで死にかけるので、マジで内臓破裂しちゃうから、あんまできないんですけども、本当に、まあ、名前とか言えないんですけれどもね、先生とかの名前言っちゃうね、さすがに良くないので、まあいろいろとね、本当にお世話になったという次第でございます。まあどこの大学に行くかっていうのはまあ言わないんですけど、まあ関東ですね、はい。まあ特に一人暮らしとかはしません。なのでね、これからも特に、学校を卒業したからといって、まあ、滝チャンネルが、まあ、確かに、大学生活でちょっと忙しくなったら、投稿ペースは減るくらいはあるかもしれませんが、まあ、基本的にはね、これからも滝チャンネルも変わらずに活動していきたいと思いますので、ぜひともね、そこら辺は、よろしくお願いいたします。ね、まあ、同級生の方がね、見てくださってるかわかんないんですけども、まあ、本当にいろいろお世話になりました。本当にありがとうございます、こんな私を。そして、まあ、同級生じゃなくても、このチャンネルをね、見てくださっている皆さん、本当にいつもありがとうございます。タキチャンネルはね、残り1週間で6周年を迎えます。この6年、活動を続けられたのは、本当に、いつも見てくださっている皆さんのおかげ以外の何者でもないです。本当にありがとうございます。普通は10万くらい行く人だっているみたいなね、声もあると思いますが、まあね、もちろん、行きたいという気持ちはね、もちろん持っているんですけれども、これからもね、やっぱり一人一人を大切にして頑張っていきたいと思います。まあいろいろ私、平塚中等教育学校で、まあいろいろとね、まあ、変なことしたり、はっちゃけたり、やんちゃしたりしてたのでね、まあそのことはね、まあおいおい配信とか動画で、ちょっとずつ話していければいいかなと思います。まあ多分数えきれないくらいあって、うちが忘れてやるやつもね、数個あるので、まあそこら辺はね、ちょっとよろしくお願いいたします。これからも滝チャンネルのことを応援してくれると嬉しいです。それでは、まあ、
最近ね、スプラトゥーンの配信はしてるけど、あまり動画上げられてないので、ちょっとね、動画投稿頑張っていきたいと思います。それでは、またねー。